メアリー・クレア・チェーニーは元アメリカ合衆国副大統領リック・チェーニーとその妻リン・チェーニーの次女。メアリーは1987年にバージニア州マクリーンのマクリーン高校を卒業し、1991年に母の母校であるコロラド州コロラドスプリングスのコロラドカレッジを卒業した。 1993年には、その年に創立されたコロラドロッキーズの最初の従業員の一人として働いた後、クワズ社の広報マネージャーを務めた。2000年アメリカ合衆国大統領選挙では当初、姉のリズの場合と違い、メアリーの私生活については、作為的に語られなかった。しかし、メアリーの性的指向は、すでに公然と知られており、それが、 当時のジョージ・ W ・ブッシュが掲げていた思いやりのある保守主義に良い影響を与えると考える共和党員もいた。そして、ンはコーキー・ロバートのインタビューに対し、メアリーがレズビアンであることを認めた。2002年には、父が同性愛に寛容的なラックに参加し、共和党の問題ではない、すべてのアメリカのゲートレズビアンは平等であると発言した。 メアリー自身はその娯ラックを脱退している。2004年にブッシュが同性婚を認めない修正案を指示した際、再びメアリーの性的思考への注目が高まったが、同年の大統領選挙でブッシュが再選するためにメアリーは公的な見解を示さなかった。そして、その2年後に自助伝、ナウイッツマイターンの中で修正案には反対であったという見解を述べた。 その後、2007年と2009年に、女性のパートナー、ヘザー・ポートの間に設けた子供を出産した。2012年6月22日、ワシントン DC で同性結婚した。チェーニー副大統領の娘、メアリー女子が、ラックだったチェーニー元米副大統領の次女メアリーさんが、同性婚。 http://www.afpbb.com スラッシュアーティクルスラッシュ life-cultur ダッシュ e スラッシュライ f スラッシュ2886130スラッシュ9162792 ctm キャンペーン,ン,ペーンイコール txt <ujemy> トピックス s 2012年6月29日閲覧ありがとうございます